おはよう、ジャン君、ポンちゃん。昨日はね、新しいカメラの、中古で買うんですが、注文を出してきました。で、数日中には少しずつ、なんかね、まとめて全部を、届くということではなくて、いろんなパーツによって違うんですが、まあ、少なくとも、本体と標準ズームレンズっていうやつは、近々入ると思うので、ジャン君たち、もう少しは、綺麗に撮ってあげられると思うよ。今は、広角レンズ系の、これはね、キャノンアイビスミニ X かなという、もう今は、廃盤になってしまったカメラですね、を使っています。これ今ジャン君のアップほいアップの場合は黒犬が近寄ってきますので、えっていう顔になってしまうわけですね。これが遠く離れたところからアップっていう形ができるようになります。まあ、ちょっとですね、レンズの構成を、ちょっと特殊な形に昨日ちょっと急に気が変わってですね、してしまいましたので、すごいアップっていうのは、ズームではできないようにしました。まあそこそこでいいやと思ってですね、その代わり、なんていうのかな、ポートレートというんですが、まあ、女の子を撮ったりですね、子供を撮ったり、外で、人物を撮る時なんかに後ろをぼかすボケ味のいいレンズ、これがどうしても欲しくてですね、おすすめされていたズーム2本っていう構成をちょっとですね、黒犬昔一眼レフをフィルムカメラでやっていたので、ズーム2本はダサいなぁとちょっと思っていたんですよ。でもまあ、お金もないし、安かったのでそれでいいかとも思ったんですが、やっぱやめると言ってですね、お店の方に大変申し訳なかったんですが、一回全部、キャンセルをしてもう一回組み直してもらいました。なので、まだカメラ手に入れてないんですが、これからですね。これは紹介しただけな。これだけ先買っちゃいました。これは、動画を撮影するとき用にマイクですね。本当は厳密なことを言うともっといいマイクはあるんですけれども、これはステレオマイクになっていて、音楽の収録、まあ本来はバンドとかね、そういうとこなんですが、それにも使えるということを、まあ、念頭において購入しましたよ。皆さん、今まで大変、この見苦しいとまでは言いませんけれども、あまりその絵の変わらない、動画にお付き合いいただきましてありがとうございます。数日後にはですね、ちょっと変化のある映像が作れるようになると思いますので、これからもよろしくお願いします。毎日続けているライブ放送ですけれども、外の鳥の声ですね、それを、癒しにできるかなと、今ゴロゴロゴロってなってますが、これはドアの音です。ということで、ここにマイクをセットしてですね、これも、いわゆる4チャンネルある小さな、まあ、ミキサーと言ってもいいのかどうかわからないぐらいの小さな器具ですが、それを通していますので、小さくこの外の音を入れながら放送しています。ジャン君は網戸になったから窓辺に来ていますね。
近頃では失礼しました、近頃ではですね、歌を歌ってしまうといろいろジャスラック関係問題が出ますが、ギターを弾いているだけならば良いだろうということでですね、喋りの合間に、まあ逆にギターの練習をしているようなもんですけれども、ギターをつまびいています。生放送の時間が来ました。